横断歩道は手を挙げて渡りましょうね。はい。私の名前は加藤葵、婦人警官です。男の人に負けまいと警察官として町の平和を守っています。今日はそんな圧倒的に男性が多い職場である女性警察官の恋愛事情を皆さんにお話ししようと思います。正義感が強くて固いイメージがある女性警察官ですが、乾杯。今日はとことん行っちゃいます。合コンに行っている人は意外にも多いんです。葵ちゃんは普段どんな仕事をしてるの？仕事は OL をしています。婦人警官って言うと惹かれる気がしてごまかします。だって私が警察官って分かったら女の子に息を勧めるのもなんか怖くなるし、キスやハグをしたら強制わいせつ罪とか言われそうじゃないですか。もし奇跡的に気の合う人が見つかっても。今度の週末ドライブでも行こうか。ごめん、その日は仕事があるわ。勤務形態が一般の仕事と同じではないので休みが合わなかったり。ちなみに婦人警官は彼氏ができたことを上司に報告しなければなりません。こないだたかしのことを上司に報告したよ。え、俺たちのこと上司に報告してるの？さらに結婚ともなると彼の家族構成を遡って六親等まで調べられます。ごめん、俺と別れてくれ。結局耐えられなくなった彼が別れを切り出すためなかなか長続きはしません。一般の男性とうまくいかないとなると、あとは職場恋愛しかありません。女性警察官の結婚は約9割が職場恋愛がきっかけです。圧倒的に男性の割合が多い警察では女性警官が実はモテます。新人の女の子結構可愛くないか？先輩として俺がいろいろ教えてあげたいな。女性警官は10人に1人以下ですから。しかし女性人口が少ないからモテているだけなのに、あなたも私みたいに仕事も恋も両立できる警察官になれるといいね。はい、頑張りますと勘違いするブサイク女性警官もいます。そういう女性警官に限って大体上司と不倫をしています。ちなみに私の先輩は3人の巡査長と不倫関係になっていましたが、外で不倫して不祥事になるよりマシという考えなのか、署内での不倫には厳しい罰はありません。またごくたまにめっちゃ可愛い女性警官もいますが、俺と付き合ってくれないか？すいません、勘弁してください。異常なほどモテます。そして大体嫌気がさしてやめます。意外にも恋愛の場となり得るのが警察学校全寮制で男女共同生活をしています。そのため同期の警官と触れ合う機会も多く、そこで付き合い始める人も多い。ただし行き過ぎは禁物です。お前ら何やってんだ？私の同期では校内で行為に及び懲戒免職になった子もいます。ああ、ここまでいろいろお話をしてきましたが、そんな私の恋愛はどうかと言いますと、実は私の彼も警察官であり先輩の米野孝之さんです。警察官は2人ペアで仕事に取り組むこともあり、あそこにいるやつの動向をよく見ておけよ。はい。捜査や街のパトロールでは車移動が多く、車内で2人きりで急接近しちゃいました。婦人警官は職場恋愛だらけ。でも本当は職場じゃないいろんな男性と付き合ってみたい。メンズはぜひ勇気を持って口説いてね。